ここで行き止まりみたいだね。それらしい草なんてないよ。この辺りにもないとなると絶望的ね。僕、みんなに無駄なことをさせちゃったのかな。考古学ではね、エミル。仮説に基づいて調査をし、何度も何度も間違えては少しずつ真実に近づいていくの。ようやく見つけた答えですら真実でないことだってあるわ。リフィルさん、あなたは自分で言ったのよ。確かめていないことを断定するなって。それは正しいわ。どんな小さなきっかけでも可能性がある限り追求しなさい。リフィルさんの言う通りだよ。それに今回見つからなかったとしても、私はエミルの意見に賛成してきてるんだから無駄じゃないの。わかった？ありがとう。お礼なんていいから、もうちょっと探してみよう。うん、もう少し粘ってみる。うん、諦めが悪いのって僕も嫌いじゃない。とにかく片っ端から調べてみようよ。あれは違うかな。あれはローズマリーです。間違いありません。しかし少し枯れかかっていますね。このままでは解毒効果が弱いかもしれません。ここは日光も当たらないし、植物にとっては厳しい環境ね。日光か。エミル、なんかローズマリーじゃないものが大きくなってない？うん、どうしよう。いけません。あれはジョンドー、魔物です。びっくりした。ローズマリーに与える栄養がジョンドーにも行ってしまったのね。でもローズマリーが元気になってる。すごいよエミル。ええ、完璧です。これで、あの人もリーガルさんも助けられるんだ。やったね、エミル。粘り勝ちだよ。諦めが悪くてよかったね、エミル。褒められてる気がしないんだけど。エミル、ローズマリーを。うん。あんたたちはそんなことになってたのか。いや、とにかく助けてくれてありがとう。あの、リーガルさんを助けてあげたいんですけど。もちろんだ。よし、ひとっ走り両番のとこへ行ってみるよ。ちょっと待ってください。あの、放火犯はやっぱりあの光。犯人は光って熱くなる変なカエルだ。あいつが俺の自信作かまぼこグミを食い散らかしやがってな。そしたら突然光り出して周りの木箱にポッと火がついたってわけ。まあ詳しい話は後でしてやるよ。まあいいんじゃない。元気になったみたいだし。そうだね。じゃあ私たちもリーガルさんのところへ行こうよ。そうね。よかった、釈放されてる。世話をかけたな、すまん。疑って悪かったよ。今手錠って、あれ、どうしたんですか。鍵がないぞ。どっかで落としたのかな。ちょっと冗談は顔だけにしてよね。どういう意味だ。ロ
イドがいれば鍵なんて簡単に開けてくれるのに。器物損壊で再逮捕されないといいのだな。このメーカーの手錠はあまり丈夫ではないようだ。次は我がレザレのグループ製のものを使ってみてくれぬか。サンプルを送らせよう。はい。すまないが着替えたい。先に宿へ戻って構わないか。その方がいいわね。私もまたあなたの囚人服姿を見るとは思わなかったから。まったく情けないものだ。皆には改めて礼をしなければならぬな。とにかく感謝している。なんだ、火事の話を聞きたいのか。お願いします。俺とリーガルさんが話をしてるといきなり目の前に光の塊が現れたんだ。それが光カエルだったんですか。ああ、光るカエルだった。とにかくすんげえ眩しくてさ、リーガルさんはすぐに気を失っちまった。俺はサングラスをしてたからなんとか大丈夫だったんだけど。現れた時から光っていた。そんなバカな。嘘はついてないぞ。で、カエルがかまぼこグミを食い始めて突然周りが火を吹いたんだ。消そうと思ってカエルを手で払ったら、その瞬間に気分が悪くなっちまった。殴った時に光カエルの毒に触れちゃったわけか。あ、あれって触っただけで毒にやられちまうのか。これからは気をつけないとな。一時はどうなることかと思ったが本当に助かった。ありがとう。しかしまさかこんなところでお前たちと再会するとは思わなかった。やはりロイドを追ってきたのか。ロイドの行方を知ってるんですか。君は一体。そうね、いろいろ面倒なことになっているの。簡単に事情を説明しておきましょうか。テネブちゃん、あなたも出てきて。テネブラエです。信じられぬ。あのロイドが我らに隠し事をするとは。それにラタトスクイン、センチュリオン、コアか。精霊や天使といい、我らはそういうものに浅からぬ縁があるのかもしれぬ。あの、それでロイドは？ベルクから聞いた話ではフラノールに向かったらしい。それもごく最近のことだそうだ。本当？姉さん、僕らも急いでフラノールに。そうね、まだ追いつけるならもう一度話をしてみるのもいいかもしれないわ。少しいいだろうか。私もロイドのことは気になっている。皆の旅に私も加えてはもらえぬか。そりゃ僕と姉さんは構わないけど。エミルとマルタ。私も構いません。僕ら頼りないですけど、それでもよければテネブラエもいいよね。私はマルタ様とエミルに従います。ありがとう。我が片翼の名にかけて裏切らぬと誓おう。それじゃ出発しましょうか。どうしたのエミル。うん、なんでもない。フラノール行き、間もなく出るよ。エミル、どうしたの？さっきから暗い顔してるけど。もうすぐ船が出ちゃうよ。だから、男ならはっきり言う。僕、火事のことが気になるんです。ロイドを探してる間にもきっとまた光カエルが出ますよね。ってことは火事も続くってことですよね。ええ、確かにその通りよ。
でもね、ひっかりカエルはよほどのことがないと火を出すほどの熱を発したりはしないのよ。この村ではぼや騒ぎが続いてます。よほどのことが起きてるんですよね。センチュリオンコアの暴走による影響ではないでしょうか。ヒッカリカエルは光属性の魔物です。光のセンチュリオンコアは。そうか、ルーメンのコアはロイドが持ってるんだ。その通りです。ですから事態の収束にはロイドを見つけ、ルーメンのコアを孵化させるしかありません。ならば急いでロイドを追いかけねばならんな。でもこのまま何もせずに行くのは心配なんです。リフィルさんも言ってくれましたよね。可能性がある限り追求しなさいって。つまりひっかりカエルの発熱を抑える手段を探したいというのね。村の人に事情は説明してあるから、しばらくはこのままでも大丈夫だと思うけれど。ではこうしよう。リフィルとジーニアスは出発してくれ。先行してロイドのことを調べてもらいたい。その代わり、ひっかりカエルの件は私たちが責任を持って処理する。そうね。それがいいかもしれないわね。プラノール行き、出るよ。それじゃあ、エミル、マルタ、それにテネブちゃん、くれぐれも気をつけてね。できれば、次にお会いするときはテネブラへとお呼びください。リフィルさん、ありがとうございました。ジーニアス、またね。うん、任せといて。それじゃあ。ああ、そうだわ。リーガル、これをあなたに渡しておくの。これは。そうね、ラブレターみたいなものかしら。姉さん、すごい積極的。私も見習わなきゃ。後で一人で見てちょうだい。他の誰にも見せてはダメよ。あなたのように美しい方からこのようなものをいただけるとは思わなかった。確かにお預かりしよう。嘘。リーガルが僕のお兄さんに。そんな。とりあえずこの村で放火事件が起きた場所を全て回ってみよう。はい。これで全部の現場を見たことになるな。しかしどこも本来ひっかりカエルが出現するような場所ではありません。何か共通点とかないのかな。グミだ。グミ。全ての現場に共通してあったもの、それはかまぼこグミです。そんなバカな。ひっかりカエルがグミ好きだなんて聞いたことがありません。だけど確かにかまぼこグミのあった場所でぼや騒ぎが起きてるよ。私はセンチュリオンです。魔物のことは熟知しています。それはそうかもだけど。いい加減にしろ、ニブライ。てめえは闇のセンチュリオンだろ。光属性のひっかりカエルの何がわかるってんだ。ですが。うるせえ。じゃあ試してみようじゃねえか。行くぞ。行くってどこ。決まってんだろ、メルクのやつからかまぼこグミを取り上げるんだよ。そいつでカエルをおびき寄せるんだ。これがリフィルの言っていたラタトスクモールか。しばらく様子を見させてもらおう。何？かまぼこグミがひっかりカエルを呼ぶ？そんなバカな。うるせえ！実験してみりゃわかるだろうが。さっさとかまぼこグミをよこせ。なんだよ、お前人が変わったみたいに。すまない、
彼は今少し気が立っているまあいいけどよ。ただカマボコ組の在庫は全部燃えちまったよ。なら作ってください。だったら材料を持ってきてくれよ。材料？何を使うのか。ジェリーフィッシュがないんだよ。トリエットで釣ってこないと。言っとくが、俺は取りに行かないぞ。しばらく休むつもりだったんだから。だそうだ。どうする？もちろん取りに行きます。ならこいつを持ってきな。ジェリーフィッシュはこの餌にしか反応しないんだ。釣りか、久しぶりだな。リーガルさん、釣りをするんですか？ああ、時々クルーザーでカジキマグロを釣りに行く。さすがレザレノの会長、すごい。マルタはリーガルさんみたいにお金持ちの人がいいの？何が？さあエミル、くだらない嫉妬心はともかく、さっさとジェリーフィッシュを釣りましょう。違うよ、そんなんじゃ。え？生まれて初めてチヤホヤしてくれた女性が他の男性を褒めるのが悔しい気持ちはお察ししますが。違うよ、そんなんじゃなくて。エミル、もしかして私のこと。違うよ、そんなこと言ってないよ。それより頼むよ、テネブラエ。はいはい、わかりました。見事だエミル。ありがとうございます。ねえエミル、さっきのことだけど。なんでもないよ、本当なんでもないから。そこまで否定されると傷つくんだけど。ごめん。もうあんたたち、ジェリーフィッシュは取れたかい？はい、これですよね。ん？機嫌は治ったみたいだな。え？いや、お前さん、この前はエロく乱暴だったから。すみません。いや、気にしちゃいねえさ。それより、かまぼこ組だろ。すぐ作ってやるよ。しかし、ここで火の手が上がると危険だ。出来上がり次第港に持ってきてくれないか。わかった。じゃあ、あんたたちは先に行っててくれ。それにしても、本当にかまぼこ組なんかで帰らないやつが出てくるのかね。できたぜ、かまぼこ組。おお、これはうまそうだ。さあ、見せてもらおうか。かまぼこ組がひっかり帰るを呼んでるって証拠を。光を直接見ないでください。気絶しちゃいますから。出た。随分大きいね。なんか異常発達してるのかも。詮索は後だ、来るぞ。驚いたな。本当にかまぼこグミが原因だったとは。いや、もしかしたらグミそのものに惹かれている可能性もある。できることならしばらくの間この村でグミを取り扱うのはやめた方がいいだろう。そうだな、村のみんなと検討してみるよ。それにしてもいろいろと迷惑をかけちまったな。とにかくありがとうよ。すみませんエミル、あなたが正しかったようです。ノストロ、あ、いえ、ひっかり返るがかまぼこ軍に惹かれているとは。うん、僕こそひどい言い方しちゃってごめんエミル。これでひっかり返るの火災は収まりそうだ。そろそろ我らもフラノールへ向かってはどうだろうか。
そうですね。よし、ロイドより先にセンチュリオンコアを見つけなくちゃ。うん、頑張ろう。これは。大丈夫ですか？ロイドが。ロイドだと？ロイドに。ロイド・アービングにやられたんですか？そうだ。ロイドが。街を襲って。しっかり、しっかりして。亡くなったようだ。ひどい。しかし、何が起きたというのだ。本当にロイドがこんなことを。信じられぬ。だけど、現に街の人も言ってたじゃないですか、ロイドの仕業だって。それはそうなのだが。いい加減にしろ。あいつはアルマコスタでもルインでも同じことをしたんだぞ。待て、ロイド。教えてくれ、ロイド。本当にお前がこの惨事を引き起こしたのか。私には信じられぬ。お前はこのような残虐な行為を一番憎んでいたのではなかったか。答えてくれ、ロイド。先を急ぐ。腕を上げたら。何？ますますのんびりできなくなったよ。待ちやがれ。なるほど、あれが今のロイドか。そうです、あいつはいつだってあんな風。どうしてこんなひどいことを続けられるの？リーガルさんよ、あんたはこれからどうする？俺たちはあいつを撃つ。それでも一緒に来るかい？私の記憶が正しければ、君たちの目的はセンチュリオンコアを手に入れることではなかった。同じことだろう。違うな。少なくとも優先するべきなのはセンチュリオンコアだろう。でも戦うことになった時、リーガルさんはロイドと戦えるんですか？時にそれが必要であれば。確かにあれは私の知っているロイドではない。彼を変えた原因を知りたい。そして救ってやりたい。かつてロイドが私を救ってくれたようにな。二人とも不快かもしれぬが、しばし共に旅を続けさせてくれ。僕はリーガルさんを信頼しています。あなたは僕みたいな子供も一人の人間として扱ってくれる。そんな人今までほとんどいなかったから。私も不快なんてことないです。これからもよろしくお願いします。ありがとう。ではこの後はどうしますか？ロイドを追いますか？リーガルさんも言ってたけど、優先することはそれじゃなくてセンチュリオンコアだよ。うん、確かこの辺だとセルシウスのいたところにセンチュリオンコアがあるんだよね。それなら私が案内できよう。しかしその前にこの町の人々を助けたいと思うのだが。はい、僕もそれを言おうと思ってました。私もなんかエミルに影響されてきちゃった。困ってる人たちは助けないとね。ではしばらく別行動を取ろう。その方が効率がいい。落ち着いたら再びここで落ち合おう。はい、エミルは教会をお願いね。